こんにちは、Gです。この動画では、ラズベリーパイを使って常用できる PC 環境の構築を目指しています。特に引退後の方々や高齢者向けの情報に重点を置いています。年金だけが原資だからお金はかけない。事前調査を十分に行う。時間は有り余ってるから。孫にいい顔できるようにしたい。息子娘には相談しない。自分で調べて解決する。あいつら知ってそうで知らないスマホバカだから。ところでラズベリーパイってこんな感じ。右側がラズベリーパイ本体でラズパイとも呼ばれています。左側はケースに入った状態。手のひらに乗るほど小さなワンボードコンピューターです。ホビー用、組み込み用などで累計2000万台以上が出荷されています。まあ大ベストセラーですよね。インターネットが快適なこと、年寄りには必須です。動画が問題なく楽しめる。メール、カレンダー、オフィスソフトが使える。オフィスはいらないけど、まあ体裁でね。年取るとみんな目が見えにくくなって手は震えるんですよ。高齢者ファーストの各種設定を紹介します。 PC の性能は基本的に値段に比例します。安価なラズパイはそれなりの性能しかありません。そこを創意工夫で何とかしようじゃないかというわけです。まずはどんな感じで動くのか見てください。今回はラズパイに Ubuntu Mate という OS を入れて動かしています。デスクトップやメニューはこんな感じです。YouTube 動画を見てみましょう。URL をタイプした状態から編集なしで少し長めに見ていただきます。もたつきも含めて確認をしてください。フル HD、フルスクリーンで再生します。クリエイティブコモンズで再利用が許諾された東洋タイヤの動画です。多くのタイヤメーカーはクリエイティブコモンズの動画をたくさん提供してくれています。東洋タイヤさん、ありがとう。途中から詳細統計情報を表示しています。コマ打ちなしでフル HD 動画が動いていることがよくわかると思います。USB メモリー内の動画ファイルをダブルクリックすると再生が始まります。ここではセルロイドという動画再生アプリが起動しています。いいことばかりじゃなくて痛みもあります。Linux 系の OS ですからターミナルによる操作も必要で、そこは敷居が高く感じるところですかね。最後は低速 PC には天敵とも言える Google マップを試します。画面書き換えが多いのにいい感じで動いてくれます。あれ？キアノ・リーブスが歩いてる。嘘でーす。動画が長いので間が持たなくて。いかがです？ラズパイに興味湧いてきました？以前に諦めた人や暇を持て余してる人も一緒にラズパイにトライしません？
インターネット環境は必須。光回線がおすすめです。Wi-Fi だけの環境はおすすめできません。適当な PC がラズパイの準備に必要です。PC なら Windows 7以降、Mac ならハイシエラ以降を推奨。友達から中古の PC をもらうのはよく考えてからにしましょう。古い機械だと産廃処理だから。ラズベリーパイ4タイプ B 4GB モデルを購入します。8GB モデルもあるんですが、不要です。有効利用できるのはもう少し先のことだと思います。ラズベリーパイはイギリス製ですが、日本国内で流通しているのは、イギリス製と中国製の2種類になります。純正が良ければ正規代理店で買いましょう。RS コンポーネンツという会社が正規輸入元で、その代理店がいくつかあります。Amazon はよくわからないけど、グレーなのかな？電源は重要なので、正規代理店で買うのが賢明だと思います。ラズパイはかなり発熱しますから、ファン付きケースは必須です。個人的には、実績のあるスムラザがおすすめ。安価で必要十分。ヒートシンクもついてます。小さなファンだけど、有用で、比較的静かです。今まで7台以上買ったかな？ 16GB または32GB のマイクロ SD が必要です。値段差があまりないので、32GB を2枚買うといいかもしれません。画面のように UHS-1 クラス10と書かれたものを買ってください。SD の表示は非常にわかりにくいので、間違った規格のものを買わないよう十分チェックしてください。スーパーや量販店のレジ横なんかで買うと高確率でハズレを引きます。個人的にはトランセンド、ティームなど台湾製が高評価です。ネット通販で買うときは並行輸入品、中華製には手を出さないこと。SD は完全消耗品なので高級品はいりません。ただ、利用中に突然死ぬことがあるので、予備があると安心です。ラズパイとモニターは HDMI ケーブルでつなぎます。ただ、ラズパイの HDMI はサイズがちっちゃいので、標準サイズへの変換アダプターが必要になります。安物でいいですけどね。ラズパイ本体関係の機材は以上です。これ以外にモニターとキーボードマウスが必要になります。キーボードマウスはロジクールブランドの無線キーボードマウスセットがおすすめです。安くて丈夫、東方で十分な運用実績があります。モニターは好みのレンジが広くて推奨なんかをするようなものではないと思います。規格はフル HD モニターで十分です。4K モニターなんかいりません。4K コンテンツが普及するまで生きてないと思うし、細やかな画像だと言われてもよく見えないし。比較画像をご覧ください。右側は iMac 5K モニター、左は昨年買った Philips の27インチ IPS フル HD モニターです。若干色味が違うんですが、フィリップス側にはカラーマネージメントが入ってないので気にしないでください。シニアの皆さん、違いがわかりますか？安いフル HD モニターでも十分じゃないですか？高齢者の目に優しいのは高級機でもブルーライトカットでもありません。大画面こそが正義なんです。皆さん、目よく見えてます？ここは奮発して27インチモニターを検討しましょう。最低でも24インチをおすすめします。
以上をまとめた一覧です。ゼロから揃えても総額で3万円ちょっとで全部揃いますね。他に必要なものは外部スピーカーぐらいかな。音にこだわらなければ100均のスピーカーでも構いません。それから将来的には SD カードではなく SSD からの起動を予定していますので、その際にはあと4000円ぐらい必要ですかね。ソフト代金は基本かかりません。電気代は理論値150円ぐらいかな。あとは維持管理などメンテナンスは自助努力になります。最後まで見てくれてありがとう。次回は購入品の組み立て、OS のインストール、何回かに分けて高齢者向けの環境整備をやっていきます。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。あなたにはメリットはありませんが、私の血圧が安定します。低評価されると気に病んで毛がもっと抜けてしまいます。なお、日本語英語字幕を用意しています。ギアアイコンから選んでください。ただ、英語を添削されると心臓に悪いので、よくわからなくても我慢するように。ではまた次回。